せっかく助けてあげたというのに私を道連れに。お、ん？アローラ地方のククイ博士から連絡です。ククイ博士。なんか健康的な、健康的な。ちょっと待って。なになに？動きが滑らかだわ。いや、こんばんは。アローラに引っ越しする日がいよいよ近づいてきたね。アローラはいくつかの島が集まってできている地方。それが理由なのか、珍しいポケモンばかりだぜ。あんな風に分かれとんや。そう、アローラにもポケットモンスター、縮めてポケモンがたくさんいる。ポケモンは本当に不思議な生き物でね。おお、草むらや洞窟、空、海、至る所にいて、僕たちはポケモンの力を借りたり、助け合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせたりするんだ。あれ、なんていう名前やったっけ。言わんこ、大事な話だからね。遊ぶのは待っててくれるかい？あ、言わんこね。なるほど、なるほど。体験版でも出てきたよね。さて、みんなに紹介するから、改めて君のことを聞くぜ。どの写真がいいか教えてくれるかな？写真？写真とは？あ、すげえ、こんなに選べれるんや。いや、でもとりあえず、普通に黒髪、選んだのでいいよね。ほい。名前の登録も君にお任せするよ。名前はもちろん、アユナで。ほい。終わり。え、湯が小さい。よろしくないよ。誰？これ小さいやつやったんや。どこどこどこ？あ、これか。アユナ。びっくりした。ちょっとギャルチックになるところやった。アユナでいいかい？ほい。OK、みんなに伝えておくよ。おー、なんかアイコンが。アユナ。うん。10万ボルトのように痺れる名前だぜ。10万ボルトのように。じゃ、君の到着を楽しみに待ってるぜ。おー。いいね、このなんか滑らかな動き。あ、すげえ、なに、テレビ？アユナ、そろそろ引っ越しの準備始めましょう。おー、これがアローラ地方の、なんていうん、カタログじゃない。そんな感じ。おー、すげえ、誰？アユナかと思ったら全然違う人なんですけど。ん？出てきたっけ？こんな子出てきてないよね。ん？なになになに？なんか怪しげな雰囲気が。ん？この追いかけてるのは敵？警備員とかじゃないよね。でもなんか、体験版で出てきた敵と違うけど。うわ、すげえ、同じ顔の人たちがいっぱい。三つ子か。すげえ、なんかクローン人間なんやけど。この女の子はなんかお嬢様っぽいよね。お、なに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 。なんか飛び出した。ポケットモンスタームーン。そういう始まりね。ほい。ん？押せる？別に押せないのか。3ヶ月後。どれから3ヶ月後？お、もう何？アローラ地方に着いた？もうすぐ引っ越しって言ってからの3ヶ月後かな？全然もうすぐじゃねえ。なんかすげえ平和そうな村よね。村？島だ。おお、言わんこと追いかけっこ。これが私の家かな。あ、これ多分お母さんや。ね。ああ、アローラで初めての月。なんかニアスおるんやけど隣に、かわいい。静かに光癒してくれる。よーし、ママ片付けるわよ。ニャース、アユナ呼んできて。ニャース、ちっさ。ぬにゃー。なんかロケット弾通るニャースよりちっこくない？
あれは特別仕様なんかな。これは何、ニャース目線、あたし目線か。あ、かわいい。なにゃ、いや、ニャース目線だな。ちょっと VR チックな感じ。お、いたいた、あたし。めっちゃ寝よるやん。たにゃー。なにそれ、ぬにゃーじゃなくなった。え、なに、土足？土足ですか？え、でもさすがにさ、アメリカとかでもベッドの上では脱ぐんじゃないかな？違うの？あ、びっくりした。私が動かさなきゃいけなかったのね、今の。いつまでも動かねえな、こいつって思った。なにゃ。話しかけてもわからない。あ、ちゃんとでも、あれやね。なんか、ニャースの方、引っ越しの荷物を入れた段ボールだ。ちゃんとかがむんや。へぇ。あゆな、お父さんがくれた手帳をチェックした。そういえばお父さんって出てこんかったけど。一応おるんや。探検の心得その1、X ボタンでメニューが開く。探検の心得その2、レポートを選ぶと記録できる。まあね。まあね。小さな地球儀でも関東とアローラは遠く離れている。そんなに離れとんや。ネズミポケモンピカチュウのぬいぐるみだ。あ、なんかいろんなものが調べれるんやね。いつのポケモンからかは知らんけど、ずっとやってないけんさ。テレビで映画をやっている。男の子が4人、線路の上を歩いている。危ないよ、線路の上歩いたら。もう行かなきゃ。ええー。ん？これは、ウォークインクローゼットですか？メタモンクッションとポケジャラシ。どちらもニャースの爪痕ばかり。ポケジャラシって何？猫じゃらし的なもの？あ、てか一緒の部屋におるんや、ニャース。行くよー。あー、すげえ、広々しとるね。お、来た来た。ぐっすり寝たわね。もう元気になったでしょ。ねえ、アイナ、アローラのポケモン、楽しみ？ええ、ママ。なんかちょっと海外の会話みたい。そうなの、私も早く会ってみたいの。リゾートとしても有名なアローラ地方。暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。お、誰か来たぞ。あら、チャイム。きっとククイ博士だわ。アイナ、ちょっと出て。引っ越していく前からなんかテレビ電話で繋がっとったよね。え、テレビでか。勝手に入ってきましたけど。あ、何あれ、下に、床に置かれとったやつ、ニャースの餌かな。はじめまして、アユナ。え、はじめましてなの？改めて自己紹介を。僕がククイです。よろしく。あ、会うのは初めてってことね。アローラ地方への長旅お疲れ様。時差ボケは大丈夫かい？アローラと関東は遠く離れているからね。こっちは夜で驚いただろ。あ、なるほど。ポケモンの中のなんとか地方、なんとか地方よね。え、なんかそういう時差があるの？同じ国よね。ククイ博士、昨日到着しましたわ。あ、お母さん、改めました。改めましたじゃない。改めまして。あれか、アメリカ的な感じで、土地が広すぎて。国の土地が広すぎて、時差があるってことかな。ククイと申します。ようこそアローラへ。関東地方で見たジムリーダーとのポケモン勝負。今でも思い出せます。あれでアローラのポケモン好きになっちゃって、来ちゃいました。いや、ポケモンの技を研究するためとはいえ、ジムリーダーたちにいいようにやられましたけどね。あ、それがきっかけで来たんや、ここに。さて、アユナ、隣町に行こうぜ。そこで島キングからポケモンもらうんだ。島キングって誰ですか？博士からもらうんじゃないの？島キング？そっちよね。ポケモンはニャースおるし。ああ、島キングはね、ポケモンを戦わせたら敵なしのポケモントレーナーさ。リリータウンでは冒険する子供のために、島キングがポケモンをくれるんだ。まあ、ポケモンをくださるの？島キングってすごいのね。ブリーダー的な感じかな？違う？ほら、あゆな。準備をしなくっちゃ。あなたの部屋の段ボールに帽子とバッグが入ってるはずよ。あと、机の上に探検の心得を置いてなかった？あ、あったあった、読んだよ、さっき。お、どんな帽子か僕も楽しみだぜ。そんなとこ楽しみにせんでいいやろ、別に。でもここでなんか冒険にニャースを連れて行きますってならんのがちょっとかわいそうな。段ボール、これか。
アリナは引っ越しの段ボールを調べた。帽子とバッグを取り出した。どれどれ、いいね。あれはニット帽？暑くないんかな。あ、まあ夜やけん暑くはないか。何ニャースと話しよん。いや、博士とお母さんが話してるだけかな。準備バッチリね。行ってらっしゃい。ポケモンが来る前にママ、バッチリ片付けておくから。お、いい帽子だね。何、帽子そんなに気になるか？ちゃんとニャースにも注目してくれるのが。ん？お母さん、君がポケモンもらうのが楽しみなんだね。よーし、行こうぜ、リリータウン。島キングからご機嫌なポケモンもらうんだ。ご機嫌なポケモン、いいね、いいね。じゃあお母さん行ってくるよ。ポケモンが来たらママ嬉しいな。あゆな、行ってらっしゃい。ねえ、ニャースはさ、ポケモンの扱いじゃないの？猫なの？ぬにゃー。いや、でも頼まれ事とかしてたし。いや、でも犬に頼み事する人とかもおるか。ほらほら。関東地方から持ってきたニャースのお気に入りのお皿。餌自体はこっちので大丈夫なんかな。おー、すげえ夜だ。これは、私がムーンをしよるけん、夜始まりってことかな。あ、そっか。画面回転できんのや。さてと、ポケットモンスターの楽園、アローラ地方にようこそ。アローラでも人はポケモンと力を合わせ暮らしている。何より、ポケモンがいればどこにだって行ける。そのためにも早く島キングに会おうよ。さあ、リリータウンはこっちからが近いぜ。生き死にもポケモン出てくるんやない？出てこん？おー、なんか急に。おお、アローラの大地を踏みしめ嬉しそうだな。俺も負けずにダッシュしたくなったぞ。B ボタンでダッシュ。こんな歌あったよな。あー、B ダッシュ。あったよね。お？あ、え、言わん子には話しかけれないの？わお。わお。何それ。ちょっとマスダ岡田のまま、岡田みたいな。あ、もう道路に出てきた。てか、なんか、空めっちゃ綺麗なんですけど。科学の力ってすげえ。ボタン一つで近くの人とすぐポケモン交換やポケモン勝負ができるんだと。ねえ、なんかこのセリフさ、最初の赤、緑、青あたりの頃からなかった？なんかすごいね、その辺から会話を変えないっていうのが。まあ、若干変わっとるかもしれんけど。あゆな、アローラはどうだい？まだ見て回ってないよ。さあ。まあね、誰だって初めての土地は戸惑うさ。てかまだ、いいですねっていうほどの場所に行ってないんだけど。ほら、アローラのポケモントレーナーが来たぜ。かわいいポケモントレーナーだな。博士、今度おすすめの技教えてよ。本当は決めてるんだろ？君の自慢のポケモンが新しい技を覚えたら、また勝負しようぜ。あ、すげえ、勝負しようんや、この子とも。お、ポケモン、あ、ピカチュウ。なんかあの子超キロキロしよるけど。ほら、ポケモンとしてなら草むらに入って野生のポケモンも、ん？草むらに入って野生のポケモンも捕まえられるぜ。向こう側に落ちとる道具が気になるんですけど。おお。そしてトレーナーは愛しいポケモンを戦わせもするんだ。あれは？ニャースとヤングース。キシャー。ん？なんだなんだ、見つかった。おっと、引っ越してきたやつ。今度ポケモン勝負しような。ポケモンがいてくれるからこそのコミュニケーションだよ。さあ、リリータウンは目の前だぜ。あ、そういえばアローラ地方のニャースってなんか、普通のニャースと違うって言ったけど、さっき微妙に色違ったよね。え、外やけんかな。隣町地下。本当に地下。来たぜ、着いたぜ、リリータウン。穏やかな音楽が。メレメレ島の守り神であるポケモン。ここメレメレ島って言うん。カプコケコを祀っているんだ。何それ、よくわからない名前。由来は？ん？あれ、おかしいな。みんなここで待ち合わせなのに。みんなって何？島キングだけじゃない。もしかしたら街の奥、
マハロ山道にいるのかも。守り神カプコケコの遺跡があるからね。言いにくい。アユナ、島キングを探してくれないか？僕は行き違いにならないようこの辺りを探すからさ。なるほど。要はここを動きたくないと。島キングはね、見るからに島キングって感じだからね。どういう感じや。何？宿キング的な感じかな。あの場所が全くわからない。お、何？お、遺跡に何があるというのです？めっちゃバック動きよるけど。何何、超気になる。追いかけていい？あの子。ねえ、おじいさん。あ、ちゃんとこっち向いてくれる。不思議な生き物。ポケモンは人を助けるため、草むらから飛び出すというね。人を助けるため？え、襲うためじゃないの？違うの？マハロ山道。この先に遺跡があると。うわぁ、なんかすげえ。なにこれ、だるま落とし？違うよね。なんか、この間までしょった妖怪ウォッチのだるま塔に似とるような。飛ばされるよ、飛ばされるよ。お。また何か。お、さっきの女の子や。バックから出ないで。誰かに見られたら困ります。ポケモン？まあ、ポケモン以外におらんわな。ポケモンの世界には、普通の犬や猫はいないということかな。おお、なんかめっちゃ引っ張られよるけど。おお、かわいい、誰？めっちゃ飛んでったよ。誰かに見られたら困るようなポケモンなん、この子。おお、鬼スズメ、懐かしき。え、なになになに、やられてるんですけど。なんかこういう光景さ、一番最初のポケモンの頃にもあったよね。ピカチュウが鬼スズメにやられよるシーン。懐かしいわ。絶対美少女よね。でもちょっと思うんやけどさ、手とかなんか太くない？ま、主人公もそうなんやけど。どうしたの？助けてください。星雲ちゃんを。星雲？そういう名前のモンスターなの、これ。ピュ。めっちゃ泣きよる、泣きよる。鬼スズメさんに襲われ、でも、私怖くて、足がすくんじゃって。ま、ポケモンにっていうよりは、この橋にってことかな。うわぁ、え？マジかよ、揺れるのかよ、やめてよ。そういうリアリティいらない。もう何もこんな橋の真ん中でやられなくても。ほらほら、うわ、優しいな。優しいな、私。うわ、なになになに、技が出るよ。うわ、私が吹っ飛ばされない。せっかく助けてあげたというのに、私を道連れに。え、なに、誰？なんか来たよ。おお、かっこいい、ヒーローやね。誰なの？なんかちょっと見つめ合いよるけどさ。伝説のポケモンとか？違う？とりあえず助けたよ。ピュイ。よかったです。あなた、また力を使おうとして、あの後動けなくなったでしょ。あんな姿見たくないのです。ううん、ごめんなさい。あの時あなたは私を助けてくれた。なのにあなたは守れなくて。ピュー。どうしたのですか？お、何あれ。なんかキラキラしよるよ。ピューピュー。光り輝く石。なんだか暖かい感じです。月の石とかじゃない？申し訳ありません。危ないところを助けてくださり、心より感謝しております。そりゃあ心よりだよね。島キングではないと思う。君は？これ、あなたの石ですよね。え、私の？私なんか石とか身につけとった？アユナは輝く石を手に入れた。いや、私のだとしたら、手に入れたじゃなくって返してもらったじゃない？アユナは輝く石を大切なものポケットにしまった。この子のこと、誰にも言わないでください。秘密で、秘密でお願いします。
バッグに入ってください。ヒュー。この子は何？普通のポケモンじゃないってこと？なんか特別なポケモンなんかな？何？もう去っていくの？この子、もしかしたらまた襲われるかもしれません。身勝手で申し訳ありませんが、広場までご一緒してください。いやー、動きまで上品だわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。